お疲れちゃんです、ロットです。というわけで今回もクラッシュライダーやっていくんですけど、今日はですねこちらホグライダーを30日で極める企画8日目ねやっていきたいと思います。というわけで今日のプチテーマですね、ユニット系、そしてテスラとか延命だとか飛ばすタイミングだとかいろいろやりましたので、今日はねスペルに注目してやっていこうかなと思います。クエイクとウッドですね。この2枚は防衛でもすごい大活躍するんですが、攻めでもね、大事な削り要素となっていきます。最後の最後のね、高回転のクエイク削りだったり、序盤からのね、ウッドの削りっていうのが最後に響いてきますので、この削りっていうのはちょっと今日意識してやっていきます。防衛でね、ウッド使いたくなる場面いっぱいあると思いますけど、いや、ここは防衛ウッドが必要なのかどうかっていうのをしっかり見極めて、いらないなと思ったらね、端前でウッド転がして、積極的にダメージ稼いでね、やっていきたいなと思います。というわけで、レッツゴー!さあ、やっていきます。よろしく。でね、ちょっと自分で、言うのはね、どうかなと思ったんですけど、ちょっとホグ、使えるようになりましたね。これなんかみんなからのね、絶対こう、見た方が多分分かるかもしれないんですけど、なんか自分で使ってても、前だったらこれ絶対負けてたよなっていうようなのに、戦えるようになったりだというか、ちょっとね、楽しくなってる、期間ですね。今、このホグはなんか、本当に、なんとも言えないホグでしたけど、金起動できたんですけど、今回ね、クロスですね。出たクロス!俺の動画1戦目、マジこのホグ曲、クロスになりがち。しかも、いつもマジでギリギリなんですよ。いや、だから楽に勝ちたいんですけど、意外と楽に勝てないんですよね。さあ、ありがとう言われてんな。これさ、相手さ、テスラ回ってなくない?どうなんだろう。これで回ったのかな?おい、クエイク打っちゃう。さあ、これ結構ダメージ入るんですけど、ロッコスクロスね、来ます。ロッコスじゃねえのかな?しっかりコスト貯めてから来るのか、この人もしかして。スケアイスピから行くか?いや、来るぞ。起きます。ほい。ああ。やってもうた。いや、これ、ね、ちょっと恥ずかしいなぁ、なんて思いながら。そういうこともありますよね、もちろん。ね。やっぱ全て読めたら最強ですからね。いや、惜しいな。でも本当にね、0. 数秒ぐらいの差だと思いますよ。結構いいと思ったんですけどね。攻めクエイクまで打って、エリアとちょっと取られてるよね。今ぐらいかな。ここの辺に置けばもうね、後からもうどの位置にもクロス置けなかったですね。学び。今成長しましたね。で、テスラがある。これは適当にね。ウッドで削りながら、で、低めで回して、低めで回して、クエイクで受けたいね。クエイクとウッドで。よいしょ。さあ、これもしかしたら逆サイドに僕変えてもいいかもっすね。右サイドですね。と思うがどうしようっていう。おー、なんか。あ、俺のこのアイスピンもダメージ。さあ、左サイド。さすがに左か。ここまで削ってるからな。っていう思いもあるんですけど。よいしょ。ナイトとか来んのかな。さあ、クエイクイットで溶かしながら。いや、多いね、マジ。クロスめっちゃ当たる。神相性ではあると思うけど、10-0ではないっていう。さあ、ウッド。いや、でかい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 。これ勝ったな。知らんけど。まだわかんないけど。さあ、からの、ちょっとホグ飛ばしてね。どうせ真ん中テスラ置きたいんでしょっていうね。いや、遠い。隅っこから出してよかった、おとなしく。で、ウッドで削るでしょ。で、クエイクは一応取っとくか。さあ、ロケホー。これ、ナイト咲いてるから、バルキリーとテスラで守れそうですね。ナイト咲いてるからね。ロケホーめっちゃ溜まってるよ。さあ、ホグ飛ばす。まあ、SP も添えてあげて、クエイクか?おい、来たね。いや、ドンピシャ。で、ウッドで、オッケー。まあ。クロスはね、さすがに勝ちたいよねっていう、何回もクロスやったので、もういいですね。クロスはいらないね。なんかね、対戦相手によって、やっぱ出すカードの枚数が全然変わってきますね。というのも、なんだろうね、ロケット押しをめちゃくちゃ出す、試合だったり、逆にロケット押しをね、ほぼほぼ出さない試合があったり、なんかね、
試合によってやっぱ違いますね、対戦相手によって。テスラとかウッドとかはね、まあ毎回安定していっぱい使うって感じかな。今回って三子かな、三子っぽい顔してますね。三子自体はね相性いいと勝手に思ってるので。さあテスラと、まあ、ロケホースケアイスピー、まあ、バルギリークエイクで一生イモですね。で相手のエリポンがまあ生きないっていうのが強いかな。でこれ延命したいですね、こういうのもねしっかり。いやいい延命ですね。でテスラ残ってるからホグ飛ばすと、このホグにね対応してくるユニット、まあこういうエリババであったりゴースというのをこの残ってるテスラでやっつけることができますので、でこういうのはウッド打っとくとなんか意外とねいい感じになります。でスケはまあ言うのように取っといてもいいよねっていう、どうせテスラ時間なかったしっていう感じで。さあでもし橋前優の来たら橋前タルババを警戒して高めじゃなくてちょっと低めに置きたいよねっていうのも、頭に入れておくと戦いやすいかなと思います。暇だな、まあ結露強ぐらい行きましょうか。でエリポン置かれたらもちろんクエイクなんですけど、相手もねエリポンちょっとあるんじゃねっていうのを思ってますので、よいしょ、置いてこないですよね。さあ延命してあげて、この延命マジ大事ですね。延命してあげるだけでもう全て楽に守れちゃう。でここのウッドでもうね、どうせ後からこの辺のタイミングで使うなら端前で使っていこうぜっていう、そしたらね相手のタワーにも入りますので。僕エリババでホグ守られてるんであんまりねホグ自体は多分入ってねえのかな、いやあんま分かんないんですけどホグ飛ばしてからなんか防衛のことしか考えてないのであんま分かんないんですけど、なんかねそこそこに入ってますね。やっぱウッドで削ってますからね3発ぐらいは。さあテスラ置いて、でちょっと端前ユーノと端前タルババ警戒で低めに置きます。これケツ3子と被ります。いやケツから来ないのか、いやいい3子展開ですね。さあでも低めで、まあ、バルキリー使ってあげる必要もなかったかもしれないけどね。さあロケット方針 OP ですね、ロケット方針 OP でロケは残ってる時に、おロケホ、おーおーおー何やってんだ、もう一発でも入ってくんねえかなホグ。いい一発、やっぱ気が違うね。で相手マジロケホ鬼きつい人ですから、さあ一生ねロケホ置いてあげます。でここは一旦ねもう低めに置いて全部集めたところをウッドでコロリン、バルキリー頑張ってアイスペで固めてあげる。でこのゴース受けたくないので、まあ受けてもいいけどね。でこっからは相手がエリポン置いてこないので、三重子にクエイク打ってもいいです、余裕があればね。うん、今はちょっとだけ余裕がないので出さないんですけど、余裕があったら三子にクエイクでもいいです全然。さあでここねヒースピーやってあげることによっていい感じに耐えれます。そしてテスラ最強でリババかなんか用にウッド打ってあげてホグ入るよねっていう。いやーなんかねテスラがまあ強すぎるだけなんですけど、この試合も慣れましたね。前まではね非常におどおどしてた気がするんですよ、いや待ってやばいやばいやばいとか言ってたんですけど、最近動画外でもね配信であったりだとか普通に寝る前とか三子マジで使ってるんですよ。いやだからねちょっと三子ちょっと良くなってきてるんですよね、自分で言うのもあれですけど。でこういうのはもうホグ受けとかねおしゃれにやっちゃってよ、こんなのも身につけちゃって1週間あればねある程度覚えれますね皆さん、使わないデッキも。まあでもその適当にやる1週間ではなく、しっかりね動画見たりだとか数やるだとかまああると思うんですけど。さあここね暇になるのでちょっとクエイクとかも打ってあげて、クエイク打ってあげると意外とクエイクとスペルダメージでね相手のユニットって削れるもんなんですよね。さあこれで困ったらクエイクとかも棒で打っちゃおうかな。さあ逆サイはあれ痛えな、マスケが思ったよりなんかヤバみ。さあこれ左サイドヤバいからなんとなく左に固めちゃおうっていう。さあ許容もできる、いやでもバルキリー強えね、あとテスラもまあ強えんですけど、さあさすがに勝ったよねっていうので、ナイスグッドゲームでございます。オッケーオッケー。いや三重子ね結構当たりますね、さっきまであった、なんなら履歴見て今のクロスの前とかにも三重子多分当たったんですけど、そこそこにいるけど、まあ多分相性がいいのででかいですね。もっと大型ちょっと倒したいね。
やっぱね、トルネードであったり、ほんとね、ゴレラバーとかでね、動画内で結構負けてる気がするので、それをちょっとね、勝っていきたいよね。さあ、ドリルですね。ウッドで削る。ウォールブレイカー来たらテスラと。さあ、これバルキー。いや、このね、これで一発入るのね、疑惑なんですよね。さあ、高回転ドリラーですね。お、ロケ砲型だ。ちょっとレアですね。なんか、ロケ砲型じゃなくて、テスラがあるんですけど、ボンバー型とかのがよく見たんですよね。ロケ砲型久しぶりに見たね。ってことは、でも、近畿とできるから、相手回転がちょっと早いよね。テスラ。いや、ウッドが遅い。こういうね、まあ、近畿とできたのはでかいですね。さあ、こっからですね。相手はね、どんな中身なんだ。ウォールベイカーは多分入ってなさそう。で、ただただボンバーがロケ砲なのかな。ボンバーがロケ砲なことによって、まあ空にも対応しやすいよねっていうメリットがありますね。さあ暇だからな。ちょっとぐらい高めにロケ砲で。ケツから出すとね、やっぱファイアボール打たれてしまうので。相手がまあなんかユニット出すであろう。タイミングかぶせて、うん。テスラ。さあ、で、アイスピ削りしたいね。これ、左サイド行きたいね。ロケ砲なんか同サイド嫌なんですよね。よいしょ。安家引け。安家引いたら熱かったけどな。ここ、ドリル来ねえかな。ホグ飛ばしたい。てか、テスラ多分回ってないんだよな、これ。熱くね？ドリル防衛。いや、回るんかい。いやー、待って、これ、クエク打てばよかったな。なんか、ひよってんな、俺。何やってんだ？ひよんな、ひよんな。さあ、ここは、まあ、ウッドで守っていきましょう。むずいね。やっぱ、ホグがなかなか通りませんから、そのホグをね、一体どうやって通していくのっていう話。一回ちょっと攻めてね、橋前テスラ君。アイスピスケウッドで守ります。近畿道してますしね。で、ここでもう一回ホグ行きたいね、俺は。で、今相手近畿道してきた。テスラ。いや、オッケー。いや、いい。でかい。いや、これマジででかいね。よく追い上げた。橋前テスラして流れが変わったのかな。で、アイスピでこれ一応削り用ですね。で、ロケ砲、ホグ。相手のロケ砲嫌ですからね、僕は。で、ここでもう一回回るんですよね、僕は。よいしょ。相手は回ってくんのかな。回んないでって祈りながら、で、まあ、クエク。いや、こっちだな。いや、当たってない。うわー、もうクエクの位置。これ、ちょっと良くないっす。もったいないね。今、ホグ、絶対一発ぐらいは。おー、君めっちゃ頑張るね。与えれてた気がする。さあ、ロケを出して。で、相手のタイミングを被せて。いや、これでも相手守れなくね？あ、守れないっすよね。攻めファイブまで打ったので、オッケーオッケー、コーストがなくて、ほぐもう一発？いや、でけえ。まあこれ相手がね、ロケット押しっていうのはでかいですよね。キング起動するのと、まああとは、あれかな？回転がやっぱボンバーよりもちょっとだけ遅くなるから、まあそういったところで、いつものボンバー型よりは気持ち勝ちやすい。気持ち勝ちやすいけど、まあ言うて気持ち程度だと思うから、嬉しいよねっていう。さあ、ほぐ殴って、最後はクエイク圏内と。よし。今ね、ホグで今季7人行ったか行ってないかなんですよ。行ったかな？ワンチャン今季ベストぐらいね、来た気がしますね。さあ、7183になって、今季のベスト7186なので、7人行くとマジでね、ホグの自己ベストね、更新でございます。行きます！今日なんかちょっとあれっすね。なんかスラスラ勝ってんな。今までにない。今まで絶対なんかにはね、負けるか、ほんと苦戦する試合がね、あったんですけど、今日はね、スラスラ勝ってんな。さあ、タルババ。ホグで受けようかな、これは。これってなんかスパーキー、あれ違うな。スパーキーの印象があったんですけど、エレキー、あーって、だから掴めてね、ユニットが掴めてね、さっきから。いや、もったいないですね。エレキー、ゴースト。ペックラムなのかな？ゴースト？あれ？ワンチャンスパーキーだけど、こんなんだっけなって。いや、違うっすね。なんだろう。まあ、ペッカかな。三子か。いや、三子だ。いや、三子多くね、マジで。めっちゃ多いっすよね。いや、違う。あ、神技か。陸。
あ、陸デッキですね。これ結構嫌いなんですよね。というのも受けれね、その受けがこのムートとか受けるのにバルキリーがね1枚しかねえから、俺、まあ、当たり前のことなんですけど受けがね少ないんですよね、マジで。そうだから大変なの。あん、いや、オシャンティーホグ失敗しましたね。やっぱオシャレをね目指そうとしすぎるとリスクもあると。もう一発入んねえかな。まあ無視ちょっと痛いし、ロケット欲しい。だから陸めっちゃ多いんですよね。あとマジックアーチャーもやちょっと嫌や。ゴーストユーノいてみたいな。これねマジきついんですよ。相手がねファイアボールがない方なんですよ。そのファイボとかあればやや回転遅くてとかあるんですけど、ファイボがなくてその分ユニットが多いから、よりスキアイスピとかの陸受けがねそんな活躍しないよねっていうのがねきっちんですよね。よいしょ。まあでも気合でね、ワンチャン気合で。あ、うわ待って、やば、ミスったミスったミスった。お、ホグ、今ホグ、俺今ホグ、あれホグだからね、みんな俺からしたら。さあ、いや頑張ってるよ。でもいや本当に今芝クエイク分回収しましたからね。これ自分からハードにしてんな、なんか。いやこれあれか、生まれてきてくんねんのか。なんか ISP がなかったね。痛いね痛いね、一発。まあまあまあ、そういうの歩かせて。いやこのマジックアーチャーにバルキリーは多分咲くのがね良くないんですよ。まあテスラでイモりましょうか。うん、イモイモしてあげて。いやいいんじゃない。いや結構おしゃれ、おしゃれじゃない、おしゃれホグ決めたんじゃない。テスラだけであれ耐えれるかな。いや耐えれるんかい、マジ耐えれねえと思った今絶対耐えれねえと思って。いやホグ生きた、これ生きたすぎるんだけど、ちょっとだけ日和よねっていう。うんうん、耐えようね。もう相手がねやっぱファイボないから、ロケット星が一生生きるっていうのはでかいよねっていう。なんか工場ババがなんか、あ、待って、やばいやばい、待って、いろいろ俺のユニット、なんか、やだな、なんか、ユニット言うこと聞かねえな、さっきから。これちょっとユーノの浮世日曜スケも出してね。いや、いいね。え、見してあげて。いや、いいよ。ホグ？いーん、のん、惜しい。いやー、あれ、バルキリー使いたく、お？あーん、これ行くか、でも。これ行っていい気がするな。行って、ロケ法を、ウッド？ホグが何発入る ?3 発ぐらい。待って、クエイクウッド圏内ある。知ってました ?360 って僕ね、クエイクホグ第3回ぐらいの時に勉強したんですよ。よし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 。いや、これ勝てたのバカでかいっすよ。マジで。陸きついから、ね、マジで耐えてましたね。マジアチャ来るタイミングとか、マジアチャ使った瞬間っていうのは、言っちゃえば自分の攻めユニットいて、そこにさらにプラスマジックアーチャー出してるわけなんですよ。なんでまあ言ったらスペルを打ってるようなもんですね。なのでコストを使ってるタイミング、そのタイミングで結構ホグ飛ばせてたので、いいホグ飛ばせてたと思いますね。俺やるね俺。さあ今季最多の72です。でかい。さあよろしく。そろそろね超大物のラバルヤナメくんとかゴレイヤナミくんとか来てもいいんじゃないっていう、サファイスピー高回転ドリルだと思います。ほぼ確ですね。さあここはウッド、ウッド、いやテスラでいいな。ウッド打ったところでどうせもう一枚カード出さないといけなくなるんで。さあバルキリー、いやこれは美味しいね、守れるね。さあ高回転ドリルの中身も気になる。うわはみ出たゴブリン痛いね。ああいうのも結局スケとかも暇になって出すなら、あのカバーでね出しといてあげた方が、もう一発入ってたって考えると、一発入ってたというか守れてたって考えると、まあ出しとった方がいいのかななんていう思いもありますよね。さあウッドで削りながら、ボンバーがね削られたらロケット押しで回収できるね。さあまあこれはテスラで。うわ待って、なんでやねん。あでもここテスラ立ってるから相手奥底に行く、光る。いやいい、熱い熱い熱い。さあ ISP スケウッドですね。いや熱い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 。しかもロケット押し緊急押されない。いやでかい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 。
なんかテスラはまあオールブレーカー作れなかったのはミスなんですけども、高めに置けたことによって攻めにもつながりましたね。なんかひよってこの辺にパーンってぶつけたらまあ守れてはいたんですけど、攻めて活躍したかってなるとまあ微妙なライン。これ相手やりすぎっすよ、絶対やりすぎ警報出てるよ。しかもオールブレーカー2発、いやー守れちゃうのか。足場でさ、バルキリーオールブレーカーやってきてさ、絶対チャンスじゃんと思ったら、まあやっぱコストがね軽いからね。で次ドリル来たら多分8枚ファイスピも来ると思うんですよね。それにスケアぶつけてあげて、なんなら先出し、いや君かい、え君の方か。まあここはゴブリンがはみ出てもいい。オッケーオッケー。いやースケちょっと調子乗ったっすね。いい感じになりすぎてたからこそいね。さあちょっと結露気泡ぐらいから一回ね温めていこうかな、 ISP 削りと。いやうまいな。さあドリル飛んできた、ホグ飛ばす、攻めクエイク打つ、いやバルキリ触れ、やべえ痛え、いやホグ一発ナイス。しかもこれ緊急度できない、いや熱い、めっちゃ熱い、流れがすごい。でここでもう一回一丁、俺ちょっと回転早いからね、相手ついてこれるかなっていう。うん、こっちはね君早いもんね。対戦相手もそこそこに回転早いですからね。オールブレーカーも来んのかな。いや痛っ、マジかよ。しかもこれも入る、いや痛すぎん。なんか俺のなんか攻めつひいならんぐらいのね、倍ぐらいのダメージがね飛んでくるんですよね毎回。あのロケホが無双してる、熱い黒。うん、いやマジで痛すぎ。ほんと端前テスラ置きたいんですけど、いやまだある、全然ある全然ある。いやワンチャンある、マジであるマジである。これで今ホグ飛ばすとあいつ絶対きつい、俺もきつい、やばいやばいや、やめろやめろやめろ。ホグ来た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 来てない、これクイックで落ちるでしょ。255です、よし。いやこれ勝てるのバカでかいっすよ、今まで多分負けてたんですよ。今日の俺はね一味違うね、やばいね、俺かっていうぐらいめっちゃ勝ってる。いやーでかい、よろしく。いや大物来てな、ここでラバレとかねゴレとか倒したらもうやばいよ、ノリノリよ。さあいやこれホグで拾っちゃおうかな、おしゃれ好き。いやおしゃれだね、ディガーライトララバだね、ラバヤナメだと思われる。いやこれキング起動できると爆発いいんですよね僕としては。いやでもな暇すぎるな、ちょっと待って、いやキング起動は諦めるか、なんならされるなこれ。なんかダメージをカバーするものが欲しかったよな、もう1枚ぐらい。なんかキング起動するのにライドラはね3発ぐらい多分受けないといけないんですよ、あれ何も出さないと。いやロケ砲で受けてロケ砲の拡散でいけたか、ゴレなのかラバなのか。いやこれちょっとでもラバだったら良くない位置だな、テスラがゴレだったらいいんですけど、うわラバの可能性があったならばテスラを置かないが正義か。ういすごいね君、いっぱいいるねちっこい子が。さあロケ砲早めに出して、まあこれにはヤナアメか、いやマジでヤナアメ嫌ですよね、間違いなく嫌ですよ、ね、うわやばい、焼いてほしかったな今の、今の焼いてほしかったよね。いやでもディガー使ってくれたのはそれバカでかいっすね、これだって矢の雨ないから今。オッケーオッケーオッケー、いやこれはね勝てるよ全然、もう相性いいんじゃないかって言っちゃいたいぐらいねの敵だと思ってます。インドライドラーがまあやや厄介ですけど、テスラが無双するんで、あとホグの受けも相手なんかひょろいっすね。うん採用、問題ねスケルトン部隊がね嫌ですね。そう捨ててくる、ち
ここで攻めてあげて、インドラがいなくなるってことは結構チャンス、ライドラのコストがあるのかどうか。いや、ダクネいたのか君、忘れてた。で、この奉仕に絶対来るから、いや絶対来るんですよ。もうその子だけは、その子だけは守って、マジで。いや、その子だけはもっと守ってあげてほしい。もっと守ってあげて。ロケット押し、いや、これ、打っとけばよかった。うわ、待って。いや、耐えた。いや、待って。いや、もったいない、もったいない。絶対、相手やらめだけよ。相手やらめだけよ。全然いける、全然いける。アイスピー。やめけんないじゃない。いや、ホグ飛ばしたい。ホグ飛ばしたい。ホグ飛ばしたい。スケルトン部隊絶対しまい来るからな、これ。ホグ一発入れば、ホグ一発入れば。うわ、待って、ボンビ、ボンビ、何やってんだよ。いやー、これが勝ちきれないなら僕のまだね、足らないとこですね。これ間違いない勝てます。絶対勝てます。ってか、勝たないといけないですね。というわけで、ちょっと最後、悔しかったですけど、まあ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 、あと22日ありますから、マジでね、めちゃくちゃうまいってね、皆さんに言わせるように頑張りたいと思います。というわけで、よければチャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いいたします。お疲れちゃんでした。またね。